ついちゃんことついのぞみです。今回はですね、初めてのナイトルーティーンの動画を撮影してみました。ルーティーン動画初めてなんですけども、今回はナイトということでちょっとドタバタしてる動画になるかと思いますが、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル。仕事が終わってスーパーに寄って帰宅しました。帰宅後は手洗いうがいして急いで夕飯の準備をします。どうして？どうしようね。人参の中に火あったよ。何言って言って。これあったよね。うん、そう。みじん切りの人参の中に火という形があったそうです。じゃあママここだけ。今夜はハンバーグにします。コアの分も別で焼いて作っています。ハンバーグが大量です。そして急いで準備です。はい、今日のご飯です。イエーイ。ご飯です。イエーイ。何でこれ？ハンバーグ。ハンバーグです。いただきます。コアちゃんのご飯はですね、最近自分で食べたがるので、こうやって手で持てるサイズに作って出しています。めちゃくちゃ食べてくれるんです。そして食べ終わったら洗い物をします。気持ち汚い。その流れでキッチンの掃除も一緒にやっちゃいます。そして余ったハンバーグだったり残り物はタッパに入れて冷蔵庫にしまって、次の日リメイクしたりして食べています。乗用車は食べ終わったら子供たちの宿題です。これは音読です。振り車体が車体からの、最近太陽さんがハマっているウクレレタイムです。そして最近はですね、コアさん一人遊びが上手にできるようになってきました。このカラカラカラを押してトコトコ歩いてくるんですけど、この姿がめちゃくちゃ可愛くて毎日癒されてます。ついてるし、めっちゃ可愛いの。そしてその間に私は動画の編集をします。それでは先にメイクを落としていきます。私が使っているこのメイク落としはマナナホットクレンジングゲルっていうメイク落としです。こうやって顔全体に伸ばして、こんな感じでクリクリ、すごいポカポカするの。これ温感ゲルの効果でなんかこう毛穴が開いて汚れが落ちるみたいで、すごく気に入ってます。とにかくこう、私はマッサージをしながら落としていきます。こんな感じで、めっちゃポッポしてる顔が。私はなんかこう洗った後でもあれなの、なんか美容成分みたいなのが入ってるらしくて乾燥しなくて、なんか洗った後もすごいしっとりするんです。これを
分冬とか乾燥肌の私はめっちゃいい。さっぱり。さあ洗ったのでとりあえずこのままコアさんをお風呂に入れて私も一緒にお風呂に入りたいと思います。そして洗顔の後は私とコアがお風呂に入るんですけど、その時に脱いだ洋服をすべて入れて洗濯を回します。お風呂入ってきました。さっぱりさっぱり。これから髪の毛を乾かして寝る準備をしていきたいと思います。朝の寝る前のミルクを用意していきます。あとはまだ夜中に 2,3 回起きるから、それ用のお湯と白湯を用意して枕元に置いて寝ます。いっぱい用意して寝よ、寝寝しよう。それではコアさん寝かしていきます。おやすみなさい。そして洗濯が終わったら大きいものだけお風呂場に乾燥機でかけて、小さいものは洗濯機で乾燥させます。そして全部終わったら私も眠りにつきます。はい、ということで以上で私のナイトルーティーン動画でした。皆さんいかがでしたか？ちょっと洗面台だったりとか初めて、本当多分番組でも公開したことがなかったりするので、ちょっと見苦しい点だったりとか、あと私のクレンジング姿なんて本当誰が見たいって感じなんですけど、初めて、はい、公開させていただきました。でその時にちょっと使ってたメイク落としが本当にすごく良くてですね、これがバナナホットクレンジングゲルっていうメイク落としなんですけど、これは楽天スーパーポイントギャラリーっていうサイトで購入しまして、通常価格がですね4180円のところ、特別価格で3298円だったかな、3298円でお得に私は買うことができました。しかもなんか初回で初めて買うよっていう方は700ポイント貯まるキャンペーンを今行っているみたいで、2本購入してもらうとなんと送料が無料になるみたいです。なのでその詳細だったりとかをちょっと概要欄の方に貼っておくので、気になる方はぜひチェックしてもらえたらなと思います。はい、ということで今回は初めてのナイトルーティーン、ナイトルーティーンというかルーティーン動画が初めてだったんですけど、今回はナイトルーティーンっていうものを撮影したんですけど、この動画が好評であればまたモーニングルーティーンだったりとか一日のルーティーンだったりとか、なんかいろんなルーティーン、その休日平日パターンとか、そのルーティーン動画とかも撮影してアップしていこうかなと思っていますので、皆さんぜひグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私はブログとインスタやってますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。